化学物質で満たされたメスシリンダーとビリカー湿式化学は材料を分析し観察するといった古典的方法を使用する分析化学の一形態である。ほとんどの分析が液層で行われるため湿式化学と呼ばれている。湿式化学では研究室内の実験台で多くの分析試験が行われるため実験台の化学とも呼ばれる。湿式化学では 材料が意図しない物質によって汚染されたり、干渉されたりしないように、ビーカーやメスシリンダーといった実験用ガラス器具を使用する。ガソリン、分前バーナー、ルツボを使用して蒸発させ、乾燥物質を分離することも行われる。湿式化学では物質を自動分析するような最新の装置は使用されない。しかし、物質が変化する前後の重量を測定するための 簡単な測定器具は用いられる。多くの高校及び大学の研究室は基本的な知識科学の分析手法を学生に教えている。理論科学や計算科学の時代が始まる前は知識科学は科学分野において科学的発見の最も重要な形態だった。この点が知識科学が古典科学と呼ばれることがある理由となっている。科学者は 湿式化学の精度を向上させる技術を絶えず開発してきた。その後、湿式化学では不可能な研究を行うための分析機器が開発された。構成において、これは機器分析と呼ばれる分析科学の一分野として分かれた。今日の社会において、また最近の品質管理の要件において、湿式化学の大部分はなくてはならないものとなっているので、その多くの手法が 省力化のため、自動化され、コンピュータ化されている。知識科学の手動の分析操作は主に学校で行われている。定性的方法は、ある変化を検出するために定量化できない情報の変化を用いる。すなわち、色、香り、手触りなどの変化である。科学試験燃焼時、鉛は明るい白色炎を示す。科学試験は未知の溶液に含まれる。 特定の化学物質の存在を示す試薬を使用する。試薬を加えることで、それが反応する化学物質に基づく固有の反応を起こし、溶液中にどのような化学物質が存在するかを知ることができる。その一例が、タンパク質を含む試験管に共産を添加するヘラー試験である。タンパク質が酸に接触すると濁った管が形成され、酸による タンパク質の編成で検出される。濁りはタンパク質が液体中に存在するという印である。この試験方法は人の尿中のタンパク質を検出するために使用される。炎色反応炎色反応はよく知られている科学試験である。その試験は金属イオンに対してのみ用いられる。金属粉末を燃焼すると金属の種類に応じ固有の色を発する。 例えば、カルシウムを燃焼すると、オレンジ色、銅は青色を示す。金属燃焼時の発色は、花火で明るい色を作り出すために利用されている。ろ過することで液体から固形分が分離される。液体はビーカーに集められる。定量的方法は、測定及び定量化できる変化を示す情報を利用する。これには、量、濃度、重量などの変化が含まれる。 重量分析重量分析では、沈殿から形成された個体、または液体に溶解した個体の重量、または濃度を測定する。反応の前に液体の重量を記録しておく。沈殿操作では、沈殿物が形成されなくなるまで試薬を加える。それから、沈殿物を乾燥させ、液体中の化学物質濃度を測定するために、漂量する。溶解物質については、 固形物が除去されるまで露化するか、すべての液体が蒸発するまで沸騰させる。固形物を完全に乾燥させた後漂流し、その濃度を決定する。すべての液体を蒸発させるのが一般的なやり方である。容量分析的定は、容量測定により、化学物質の量を決定するため、容量分析と呼ばれる。未知の物質及び、濃度の溶液に、基地の容量及び、 濃度の主役を添加する。変化を起こすに必要な試薬量は未知の物質量に比例する。これにより未知の物質の存在量を明らかにできる。目に見える変化がない場合は指示薬が溶液に添加される。指示薬は溶液の pH に応じて色が変わる。色の変化が起こる正確な点を終点と呼ぶ。色の変化は非常に突然起こりうるので、 非常に正確に測定することが重要である。非色分析は、定性的及び定量的な両方の特徴を持つ独特の方法である。その定性的な分析では、色の変化が起こったことを記録する。この色の変化には、濃淡の変化、全く違う色への変化がある。定量的な分析では、色の波長を測定できる分光装置を使用する。 波長の変化を正確に測定することで色の変化を判断する助けとなる。湿式科学技術は色の変化のような定性的な科学測定に使用できるが重量測定や適定測定といった方法を使ってより定量的な科学測定もよく行われる。湿式化学で利用される試験としては以下が挙げられる。湿式科学は 環境の現状を決定するための環境科学の手段としても利用されている。環境に対する試験としては以下が挙げられる。湿式科学はサンプルの元素分析にも利用され、例えば以下のような水質検査の項目が挙げられる。ありがとうございます。